日本語能力試験。これから N2 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題一。問題一では、まず質問を聞いてください。 それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番。会社で男の人と女の人が話しています。 男の人は列車の席をどのように予約しますか部長、今度の京都での会議、会長もご一緒ですよね。はい。じゃあ、京都へいらっしゃるのは全部で3名ですね。ええ。会長と社長、それから私で3名ですけど。そうですよね。今から京都行きの列車の切符を取ろうと思ってるんですが、先日のミーティングの資料には4席取ることって書いてあったので、 間違いでしょうかあ、い,いえ、それでいいんです。会長にはゆったり座っていただきたいので、隣の席も取っておきたくて。このことは言ってませんでしたね。すみません。ああ、そういうことなんですか。じゃあ、席はどうしましょうか前後の方がいいでしょうかそれとも通路を挟んで横一列で取りましょうかそうですね。前後でお願いします。わかりました。 男の人は列車の席をどのように予約しますか二番バザーの運営スタッフの女の人がバザーの準備について話しています 手伝いをする人は今日何をしなければなりませんか今日はお手伝いに集まってくださってありがとうございます。あさってのバザーで皆さんに持ってきていただいた洋服を販売しますが、今日はその準備をします。えー、っと、お客さんが選びやすいようにサイズ別に分類したいと思いますので、皆さんはその作業をお願いします。 もし少しシワが気になるものがあっても時間がありませんのでアイロンはかけずにそのまま出します。なお、運営スタッフの方で100円から500円の間で値段をつけて値段ごとに色の違うシールを貼っておきますので販売するときは間違えないようにしてください。手伝いをする人は今日 何をしなければなりませんか。三番。電話で、大学の係の人と男の人が話しています。男の人は、どのように証明書を申請しますか。 はい、東場大学です。あの、卒業生なんですが、卒業証明書を取りたい場合、どうすればいいですかはい、証明書でしたら、大学に来て申請していただければ、その日にお渡しできます。その場合は、ご本人であることが確認できるものをお持ちください。実は、今海外に住んでいて、行けないんですが。そうですか。郵送での申請も受け付けていますが、事前にこちらに手数料等を振り込んでいただきます。 申し込みの際、身分証明の写しを同封してください。あるいは、窓口で代理の方に申し込んでいただくこともできます。その場合、ご本人との関係を確認するための書類が必要となります。そうですか。こちらから振り込むのはちょっと大変なんですよね。では、どなたかに窓口に来ていただくようお願いされてはいかがでしょうか。じゃあ、そうします。 あのちなみに大学のホームページから申し込むことはできないんですよねすみませんがインターネットでの申請は本人確認ができないのでそうですよねわかりました男の人はどのように証明書を申請しますか 4番会社で男の人と女の人が話しています女の人はこのあと研修までに何をしなければなりませんか山本さん来週商品開発の社内研修受けるよねさっき研修の担当者が来たんだけど山本さん席外してたから資料を預かっておいたよありがとうございますこの資料、 去年よく売れた商品の開発前のアンケート調査の結果なんだって当日までにデータの傾向を見てそれが示す意味をまとめてくるようにって言ってたよ今仕事も大変だと思うけど何とか時間作ってわかりました課題図書も出ていたよねもう読んだはい指定された本を読んで商品開発についていろいろ疑問点や知りたい点が出てきましたそうかじゃあ 研修で質問ししししたりりててっかり議論してくるといいよはいこの研修会では新商品の企画書を書くところまでするだろううまくいけば実際に商品化されることもあるからいい企画書書けるよう頑張っていい経験になると思うからはい女の人はこの後 研修までに何をしなければなりませんか5番大学で書道サークルの女の学生と男の部長が話しています。女の学生は 何をしなければなりませんか展覧会まであと4ヶ月ですね。ポスターの準備とかそろそろ始めた方がいいですかうん。ポスターは2年生の渡辺さんにデザインを考えてもらおうかなと思ってるんだ。いいですね。それでね、去年の展覧会に緑大学の書道サークルの人たちが来てくれて、今度一緒に何かやりたいねって話になったのを覚えてるそうでしたね。 あっちの部長と連絡取ったんだけど、今年は共同制作とかやろうっていう話になってるんだ。向こうの担当者の連絡先を聞いてるから、詳しいことを相談してくれるはい。じゃあ、会場も広い方がいいですよね。うん。今までは大学の中だったけど、今回は大学の外の施設を借りてみたらどうかなって思って、いくつか候補を絞ったところなんだ。そうですか。 それと、宣伝のためにホームページに作品の写真を載せとこうと思うんだ。過去の展覧会に出したやつ写真に撮って残してあるから。いいですね。女の学生は何をしなければなりませんか 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では、始めます。一番。映画を見た後で、女の人と男の人が話しています。男の人は、今日が地球最後の日だと言われたら、どうすると言っていますか男の人です。 久しぶりに映画見て面白かった。朝目が覚めて、突然今日が地球最後の日だって言われるなんて。主人公は最後まで自分の店でいつもと変わらずラーメン作り続けたけど、ねえ、高橋くんもそういうタイプなんじゃない職人でプロ意識高いから。いやー、そうなったらもううちで一人、のんびりと好きな音楽聴いたり DVD 見たりして、 いつもの休日と同じようにしてるよ。仲間と地球を救うために立ち上がったらかっこいいけど、現実はそうはいかないからね。まあ、そうだね。私だったら、家族とか友達とか、自分の大切な人たちに会いに行って、感謝の気持ちを伝えたいな。なるほどね。ああ、お腹すいたね。なんか食べ行こう。

女の人が以前、仕事を辞めたいと思ったのはどうしてですか介護の仕事というと、体力的にも精神的にもハードというイメージがありますが、実際はいかがですかそうですね。ベッドから体を抱えて車椅子に乗せたり、いろいろと大変な仕事なんですが、 人のお役に立ててると思うと、やりがいを感じます。そうですか。それでも働き始めた頃、一度だけ辞めたいと思ったことがあります。やりがいは感じるし、それに生活のためには、収入が必要だって頑張ってはきたものの、その時はもう体力の限界で。介護の仕事は夜勤もありますしね。私は当時、夜勤はしてなかったんですけど、それでも。でも今は、 経験やスキルによって無駄な動きがなくなったせいか随分楽になりました。頑張って続けてきて本当によかったと思っています。女の人が以前仕事を辞めたいと思ったのはどうしてですか 3番。授業で先生と学生が話しています。どうして来週から授業が行われる教室が変わりますかええー、この現代文学の授業は今日が初回ですが、2回目の来週の授業から1回のこの教室ではなく、 3階の302の教室で授業を行います。先生、教室が変更になるんですかはい。302で授業をされている先生が足を骨折されたとかで。ほら、この校舎、エレベーターがないから階段登るの大変でしょこの時間、1階の教室は全部埋まってて、このクラスと入れ替わることになりました。受講生の数が大体同じなのでね。あの、 この教室と同じで302も道路に面してないので、静かで環境は悪くないですよ。えっと、ただ、受講科目の登録変更が来週まで可能なので、この後受講生の数が大幅に増えたり、教室の設備で困ることがあったりしたら、また別の教室に変更するかもしれません。とにかく来週、教室を間違えないように。 どうして来週から授業が行われる教室が変わりますか4番コミュニケーションのセミナーで先生が話しています。 初めて会う人とうまく話せるようになったと言っていますか私は以前初対面の人と会話をするのが苦手でした。共通の話題を見つけようとつい余計なことまで聞いてしまったり積極的にと思い一方的に喋りすぎて後で落ち込んだり。ある時人に言われたんです。 自分のことをどう思われるか意識しすぎてるから緊張して焦るんじゃないかって、その通りでした。相手によく見られたいという考えを捨てたら自然にリラックスしてうまく話せないという悩みから解放されたんです。先生はどのようにしたら初めて会う人とうまく話せるようになったと言っていますか 番男の人と女の人がバスツアーについて話しています2人はどのツアーに申し込むことにしましたか金曜日の日帰りバスツアーのことなんだけどさっき旅行会社に8,000円のツアーが空いてるかどうか確認してみたよありがとうどうだったキャンセル待ちだって。 5000円のもあってね。それなら取れるんだけど。5000円のツアーって、どんなの ?8000 円のツアーと大体同じなんだけど、近代美術館の見学がついてないみたい。え、それが楽しみなのに。それだったら、やっぱりキャンセル待ちでいいから申し込もう。うーん、あのさ、金曜日じゃないと無理かな。土曜日ならまだ空席があるらしいんだけど。土曜日か。 友達と約束してるんだよね。日にち変えてほしいって言いづらいな。そっか。じゃあ仕方がないね。君の都合に合わせるよ。うん。ありがとう。次はそっちの都合を優先させるから。二人はどのツアーに申し込むことにしましたか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて。 一から四の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番会社で女の人と男の人が話しています。最近パン作るのに凝ってるんだってうん。 パンを作る機械を買ったんだ。材料を入れてスイッチを押して放っておけば簡単にパンができちゃうんだ。焼き上がった時の香りとか出来たての味とかたまらないんだよ。へえ。お父さんがパンを作ってくれてお子さんも喜んでるんじゃないうん。お店のパンみたいなのがいいって言ってあまり食べてくれないんだよね。奥さんの反応はどう妻は毎日同じパンだから飽きるって。そうなんだ。 ごまとかフルーツとか何かお子さんや奥さんの好きそうなものを入れてみたら食べてもらえるんじゃないそうだね。男の人は機械で作ったパンについてどう言っていますか 1, ?1 自分は気に入っているが家族の評判は良くない二。2> 2 自分は気に入っていないが、家族の評判はいい。3自分も家族も気に入っている4自分も家族も気に入っていない2番 大学の就職説明会で卒業生が話しています。皆さん、どんな分野の企業で働きたいと思っていますか私は現在、保険会社で働いていますが、実は就職活動を始めた時は自動車メーカーを志望していました。誰よりも早く情報を集め頑張りました。でも、受けた会社は全て不採用でした。それで、 それまで全く考えていなかった会社にも応募してみたら、3社から採用通知をもらえたんです。今の仕事は学ぶことも多く、やりがいもあります。あの時、自動車メーカー以外の会社に目を向けてみて良かったと思っています。皆さんも就職活動では範囲を広げた方が、最終的に自分に合った会社が見つかるんじゃないかと思います。 卒業生は就職活動についてどんなアドバイスをしていますか 1, ?1 特定の分野だけにこだわらない方がいい 2, 2早めに会社の情報を集めるべきだ3入りたい会社は何度でも受けるべきだ四。 興味のある仕事を選んだ方がいい3番テレビでアナウンサーが話しています最近スーパーの新しい形として小型スーパーが都心に次々と開店しています。この種のスーパーは 都心を中心に出店されているもので、売り場面積がこれまでの平均的なスーパーの5分の1程度となっています。売り場では肉や野菜が少量ずつに分けて販売されています。都心部には高齢者や一人暮らしの人が増加しており、自宅に近く少量ずつ商品が買えることから、こうしたスーパーが人気を集めているようです。 アナウンサーは何をリポートしていますか 1, ?1 小型スーパーの問題点 2, 2平均的なスーパーの売り場面積3新しいタイプのスーパーの特徴4高齢者への多様なサービス 4番テレビでレポーターが話していますここ村上町には以前は雑草が伸び放題の空き地がたくさんありましたそのような土地は手入れをしないと大量の虫が発生しますし見通しが悪くなって防犯上も良くないといった声もあり町では数年前から対策が取られてきました去年までは農薬を使って手入れをしていたそうですが 薬の害を心配する街の人も多いことから、今年はヤギの力を借りることにしたそうです。空き地に2、3頭話すと、雑草をきれいに食べてくれ、人体や環境への心配もないと喜ばれていて、今後も継続されるようです。レポーターは何について話していますか一 ヤギの餌となる草の育て方。2>, 2、空き地の有効な利用の仕方。3、環境に害のない農薬の使用法。4、ヤギを使った空き地の雑草の処理方法。 5番ラジオで男の人が話しています、えー、日本では生活の西洋化が進んで椅子に座ることが増えてあまり正座をしなくなりましたただこれが今見直されつつあるんです正座はとても健康的な座り方で姿勢が悪くなりがちな現代人の悩みを解消してくれますうーん、例えば体操のような効果があり首や肩 腰の痛みが良くなるんですよまた胃が正常な位置に固定されるため食べ過ぎることがなくいや肌の調子も改善されますこうした体の不調に悩み薬を飲んでいた方がすっかり痛みから解放されたという声も聞かれます男の人が伝えたいことは何ですか1 日本人の生活の変化。二、星座の効果。三、姿勢を良くする体操。四、痛みによく効く薬。 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 一番、リンさん、リンさんのお住まいはどちらですか一、南銀行に勤めてます。二、うちは南町です。三、南大学の出身です。 2番。2> ねえ、作業やりかけだから、まだこのパソコンつけといて。1。1> うん、そのままにしておく。2。じゃあ、すぐにつけるよ。3>, 3。もう使わない 3番。あの、この資料を2、3日貸してもらえるとありがたいんだけど。1。えよかったですね。2>, 2。どういたしまして。3。3> ああ、構いませんよ。 4番。ねえねえ、留学したことあるんだって ?1。いい経験になるといいね。2。2> 1ヶ月だったんだけどね。3>, 3。うん。頑張ってくれよ。 5番今から新しいソフトウェアの説明するけどメモしとかないと忘れちゃうよ。1ちゃんと書いておきます。2, 2メモしておけばよかったです。3, 3書いてくださって助かりました。 6番。伊藤さん、今日のプレゼン、初めての割にはうまくまとめてたね。1。1> 前回の方が良かったでしょうか。2>, 2。そうですか緊張してたんですけど。3。最初のところだけってことですね。 7番昨日、そこのレストランでステーキ定食頼んだら食べきれなかったよ。1, 1そんなに量が多かったの ?2, 2切れないほど硬かったの ?3 じゃあ全然足りなかったの 8番総務課の田中さん、会社辞めるの思いとどまったんですって。1>, 1、会社辞めた後何するんだろう。2、2> 考えは変わらなかったんだね。3、誰かに引き止められたのかな。 9番。転勤の話嫌なら断ればよかったのに。1。せっかく断ったのにね。2。2> なかなかそうもいかなくて。3>, 3。うん、断って正解だったよ。 10番。小田さん。小田さんのファッションは流行に左右されず、いつもおしゃれですね。1。1> え、このデザインって流行してるんですか 2>, ?2。今流行しているものを着たいですからね。3。流行にはあまり興味がないんです。 11番。田中先生って忙しいから、講演頼んでも断られるに決まってるよ。1>, 1。本当にありがたい話ですね。2。2> それでは決めてみましょうか。3。聞いてみないとわかりませんよ。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて 一から四の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番うちで男の人と女の人が市のホームページを見ながら話しています。ねえ、見て。 市のホームページに地域の公園が紹介されてるよ。大きな公園いくつかあるみたいだから今度行ってみないうん。引っ越してきて2週間になるけど、まだどこにも出かけてないもんね。どんなとこがいいうーん。綺麗な花が楽しめてテニスができるとこってないかなここから10分くらいで行けるとこ、自転車で。そうだな。東公園なら歩いて10分で行けるよ。 一面芝生が広がってて緑が綺麗なんだって。運動施設はないみたいだけど。それから西公園。テニスコートと野球場もあるね。一年中いろんな種類の花も楽しめるって。距離は東公園と同じくらい。へえ<ー>。それから南公園。自転車で10分くらいかな。スポーツ施設があって。あ、桜並木が綺麗なんだって。ここ良さそうじゃない 知ってる。そこって桜で有名な公園だよね。今の時期、花見で人がいっぱいなんじゃないかな。うん。あとは北公園。バーベキュー広場やテニスコートが充実してるんだって。春は菜の花、夏はひまわりが畑一面に咲くらしいよ。ここに行くなら車だね。うーん。やっぱり近い方が行きやすいよね。久しぶりにラケットを振りたいし。 花は楽しみたいけど、混雑は避けたいし、そうするとここね。女の人は、どの公園に行きたいと言っていますか ?1、東公園2、2> 西公園 3>, 3、 南公園4北公園 2>, 2番市役所で上司と職員2人が花火大会の混雑について話しています。 今年で2回目となる花火大会ですが、去年、会場から最寄り駅まで終了直後の混雑がひどかったので、何とかしたいんです。何かいい案はありますか会場からは少し離れますけど、市役所の屋上からも見られますので、そういった公共施設を開放するのはどうでしょうか。そうすれば、見物客の利用する駅が1箇所に集中しないと思います。 でもこの日は施設の警備まで対応できないと思います。花火の方で手一杯で。そうですね。それが難しいなら商業施設に協力してもらうのはどうですか屋上から快適に見られますし、商業施設にとってもお客さんが増えていいと思います。なるほどね。でも今から場所をピックアップするのは大変じゃないでしょうか。そうか。それより花火終了後、会場から一気に人が出ていかないように、 少し費用はかかりますが、会場で何かイベントを開催してはどうでしょうか有名人を呼んだりして。イベントねあと、去年は花火大会の最後が盛り上がるように、大きな花火をラストで集中的に打ち上げましたが、今年は二部構成にして、盛り上がるところを二つ用意するのはどうですか最後に打ち上げることになっている花火のうち、半分を前半の最後に持ってくるんです。 お子さんがいる家族連れなど、前半を見て会場を後にする人もいると思います。なるほど。やっぱり見物客は近くから見たいでしょうから、場所で対策を取るのは限界があるかもしれません。帰る時間に差ができそうな方法がいいですね。今から予算を増やすのは難しいから、予算に影響しない案でいきましょう。 職員は問題を解決するためにどうすることにしましたか 1, ?1 公共施設を見物客に開放する 2, 2商業施設に場所の提供を依頼する3花火終了後に会場でイベントをする四。 花火のプログラムを一部と二部に分ける3番まず話を聞いてくださいそれから二つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から 最も良いものを一つ選んでください。では始めます。3番高校で先生が卒業した先輩たちを紹介しています。今日は将来の仕事について理解を深めるため。 社会で活躍中の4人の先輩の話をそれぞれ分かれて伺います。ご紹介しますので、話を聞きたい先輩のところに移動してください。まず、小説家の石川悟さんです。石川さんは趣味で小説を書き始め、大学生の時に最初の本を出版し、小説家としての道を歩き始めました。次は、 中学で数学の教師をしている林さんです。子供の頃からの夢だった教員になって熱心に子供たちの指導に当たっているそうです。それから西田さんは留学で身につけた語学力を活かして貿易会社の海外事業部で働いています。最後、山内さんは出版社で編集の仕事をしています。忙しいながらも充実した毎日だそうです。 私、読書が趣味だから、本とか雑誌を作る仕事に就くのが子供の頃からの夢なんだ。へえ、読書が趣味なら小説を書く方は小説家なんて考えたこともなかったけど、それも面白いかも。鈴木くんは貿易会社の先輩のところ去年留学してたよね。語学力を活かした仕事をしたいって言ってたじゃないうーん、実は留学したての頃は授業についていけなくてね。 でも、そこで出会った先生のおかげで、授業もわかるようになって、語学にも自信を持てるようになったんだ。だから今は教える仕事に就きたいと思ってて、慣れるかわかんないけど、実際の仕事の話を聞きに行ってみるよ。へえ、そうなんだ。私はやっぱり前から憧れている仕事の話を聞きに行くことにするね。質問1。 男の生徒はどの先輩の話を聞きに行きますか質問2女の生徒はどの先輩の話を聞きに行きますか これで、懲戒試験を終わります。